マックス・ホロウェイは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ハーイ州ホノルル出身、グレーシー・テクニクス所属、元 UFC 世界フェザー級王者、UFC 世界フェザー級ランキング1位。2013年の敗戦以来、あらゆるフェザー級の競合と対戦し、8区の11連勝で UFC フェザー級王座統一に成功した。 UFC 世界フェザー級王者のジョゼアルドに二度勝利し、UFC 世界ライト級王者のアンソニー・ペティス、チャールズ・オリベーラ、フランク・エドガーにも勝利を収めている。ハワイ州ホノルルでハワイ先住民とサモア人の血を引く家系に生まれる。両親は重度の薬物中毒者であり、父親は毎日のように母親を虐待し、ホロウェイが11歳の時に蒸発した。 高校2年生の時にキックボクシングを始め、そのわずか3日後にアマチュアキックボクシングの試合に出場し、勝利を収めた。2010年9月11日、プロ総合格闘技デビューを果たし、4戦全勝の戦績を残す。2012年、総合格闘技老にせサイト、ブラディエルボーでフェザー級の有望株として注目され、多彩な蹴り技を得意としていたため当時は、 アンソニー・ペティスと比較された。2012年2月4日、UFC 初参戦となった UFC143 でダスティン・ポイエーと対戦し、腕ひしに、三角固めで 1R1 本負け、キャリア初黒星を喫した。2013年5月25日、UFC160 でデニス・バミューデスと対戦し、1から2の判定負け。しかし、 海外の MMA メディアサイトの採点では11人中11人の記者がホロウェイ勝利を支持するなど物議を醸す判定となった。同年8月17日、UFC ファイトナイト、将軍 VS、ゾンレンでコナー・マクレガーと対戦し、0から3の判定負け。2014年1月3日、UFC ファイトナイト、サファディーン VS、リムでウィル・チョープと対戦し、 スタンドパンチレンダーでニッキコ勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2014年10月4日、UFC ファイトナイト、ネルソン VS、ストーリーでアキラコラサニと対戦し、右ストレートでダウンを奪いパウンドで 1RKO、勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年4月18日、UFC オンフォックス15でフェザー級ランキング5位のカブスワンソンと対戦し、 ギロチンチョークで 3R1 本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年8月23日、UFC ファイトナイト、ハロウェイ VS、オリベーラで、フェザー級ランキング7位のチャールズ・オリベーラと対戦し、ホロウェイにテイクダウンを防がれたオリベーラが食堂を、負傷しチチコ勝ち。2015年12月12日、UFC194 でフェザー級ランキング8位の、 ジェレミー・スティーブンスと対戦し、3から0の判定勝ち。2016年6月4日、UFC199 でフェザー級ランキング5位のリカルド・ラマスと対戦し、3から0の判定勝ち。UFC 世界王座獲得2016年12月10日、UFC206 の UFC 世界フェザー級暫定王座決定戦で、フェザー級ランキング5位の元 UFC 世界ライト級。 王者、アンソニー・ペティスと対戦。3R 終盤に、右ミドルキックを効かせ、ひるんだペティスにスタンドパンチ連打で追撃して、TK を勝ち。暫定王座獲得に成功し、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。なお、この試合は、ペティスが148ポンドとフェザー級タイトルマッチの、リミット体重から3ポンドの体重超過をしたため、 ホロウェイが勝利した場合のみ暫定王座を獲得できる条件で試合が行われた。2017年6月3日、UFC212 の UFC 世界フェザー級王座統一戦で正規王者のジョゼアルドと対戦。1R と 2R はスタンドでアルドに押される展開となったものの、3R に足が止まったアルドに右ストレートをヒットさせダウンを奪い、パウンドで TK を勝ち。 王座統一に成功し、ファイトオブザ・ライトを受賞した。2017年12月2日、UFC218 の UFC 世界フェザー級、タイトルマッチで、対戦予定だったフェザー級ランキング2位の、フランク・エドガーが怪我で欠場したため、代役を引き受けたフェザー級ランキング1位の挑戦者、ジョゼアルドと再戦し、前回同様 3R に、パウンドで TK を勝ち。 王座の初防衛に成功した。2018年12月8日、約1年ぶりの復帰戦となった UFC231 の UFC 世界フェザー級タイトルマッチでフェザー級ランキング1位の無敗の挑戦者、ブライアン・オルテガと対戦。290発の有効打を当てる壮絶な打ち合いを繰り広げ、4R 終了時にドクターストップで TKO 勝ち。 二度目の王座防衛に成功するとともに、ファイト・オブ・ザ・ナイトとパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを同時受賞した。2019年4月13日、UFC236 で1回球場の UFC 世界ライト級暫定王座決定戦で、ライト級ランキング3位のダスティン・ポイエーと7年ぶりとなる再戦。驚異的なタフネスを発揮するものの、終始ポイエーの打撃肉戦指令から3の5。 R 判定負け。ライト級暫定王座獲得に失敗し、自身の連勝記録は13でストップした。破れ走ったものの、ファイトオブザナイトを受賞した。2019年7月27日、UFC240 の UFC 世界フェザー級、タイトルマッチで、フェザー級ランキング4位の挑戦者、フランク・エドガーと対戦。スタンドの攻防で終始圧倒して3から0の5、 R 判定勝ち。三度目の王座防衛に成功した。世界王座陥落2019年12月14日、UFC245 の UFC 世界フェザー級、タイトルマッチで、フェザー級ランキング1位の挑戦者、アレクサンダー・ボルカノフスキーと対戦。スタンドで一進一退の攻防を繰り広げたものの、手数で差をつけられて0から3の 5R 判定負け、王座から陥落し、 フェザー級での敗戦は約6年ぶりとなった。2020年7月11日、UFC251 の UFC 世界フェザー級タイトルマッチで王者、アレクサンダー・ボルカノフスキーとダイレクトリマッチを行う。1R に右ハイキック、2R に右アッパーで2度ダウンを奪うものの、僅差で1から2のコアール判定負け、王座奪還に失敗した。 2021年1月16日、UFC オン ABC、ハロウェイ VS、ケイターでフェザー級ランキング6位のカルビン・ケイターと対戦。ブライアン・オルテガ戦の UFC 記録を塗り替える445発の有効打を当て、ジャッジ3者のうち1人が2006年のリッチ、フランクリン VS、デビッド・ロワゾー以来となる50から42のスコアをつける一方的な内容で3から0の5。 R 判定勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。なお、ホロウェイがノンタイトルマッチを行ったのは約4年半ぶりである。身長180センチメートルとフェザー級ファイターの中では恵まれた体型を持ち85、85%のテイクダウンディフェンス率を誇り、スタンド、グラウンドなどあらゆる局面で強さを見せる。特に、スタンドの打撃は、 フェザー級で頭一つ抜けており、当時フェザー級では絶対的なストライカーと言われていたジョゼアルド、それまでコティー KO 負けを喫したことのなかったアンソニー・ペティスからスタンドの打撃で勝利している。パンチの攻防は左のリードパンチから正確な右を当てる組み立てで、一発の威力はそれほどないが、豊富な手数で相手にダメージを蓄積させる。 また、UFC でのキャリア24戦でノックダウンを奪われたことが一度もなく、試合中に相手を挑発し、打ち合いを要求するなどの余裕も見せる。バグラム空軍基地で行われた米国イモン協会のイベントで講演するコロウェー。ありがとうございます。